こんにちは、すみやです。今日はシースター S30 のソーラーフィルターについてです。新しいね、写真がアップされていて、シースター S30 のソーラーフィルターがマグネット式だっていうのが分かりましたね。で、今のシースターだとね、これ手動でつけるので、外す時もね、なんか無理やり取るので、ちょっとうまく外れないと力ずくでね引っ張るので、落としちゃいそうな不安があるし、はめる時もね、簡単にこういうふうにつけとくだけだと不安なので、よいしょよいしょと無理やりね押し込む必要があったんです。まあその時にね、間違ってあのソーラーフィルターの真ん中をね押しちゃうと汚れたりとか、あるいはへこんだりとか、そういうトラブルが起こる心配があったんですけど、そういうのがなくなりましたね。はい。で、ドワーフ3にはもともとね、マグネット式のソーラーフィルターがついてますので、非常に利便性高いですよね。はい。で、このマグネット式のソーラーフィルターがついてるので、こういうふうにねつけると、しかもね、これでダークファイルの撮影までできちゃうというのは非常に利便性高いですよね。はい。シースター S30 もマグネット式になりましたので、ドワーフ3と似たようなねソーラーフィルターの付け方になるんじゃないかと思われます。このソーラーフィルターは標準装備でついてきそうな感じですね。 S50 はね、当初はオプション品になる予定だったようですが、発売直前にね標準装備になるっていうのが分かって、みんな喜んだっていうか、素晴らしいプレゼントになったんですが、多分ね S30 も標準装備になるでしょう。ドワーフ3も標準装備ですからね。はい。やっぱり今やソーラーフィルターはスマート望遠鏡の標準装備になってきましたね。まあもちろんオプションのメーカーもあるんですけれども、ドワーフラボと ZWO は標準装備でやってきました。あ、多分ですけどもね。はい、嬉しい限りですね。はい、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えいえいっと。